昨日の被害者のお通夜の取材をしてきました。今日は沖縄などでは告別式をやっています。そこに中谷防衛大臣とかも来て、こう謝罪のパフォーマンスをするというかですね、そういうこともありました。ちょっと新聞持ってきたんですけど、今日の新聞ですね、沖縄大仏はこんな感じです。暴行し刺したっていうふうになっている。これがその歪説目的だったということですよね。なんか怒鳴ってるのがお分かりになったでしょうか。唾を吐くなって何回言ったら分かるんだかなんか海上保安官が言ってるんですけど、実際はその、海に落とされて沈められたりとかしてて水を飲まされてて、だからこう、ね、戻してるんですよね。唾吐いてるわけじゃないんだけど、それでこんな凄まれるというようなことですね。これもカヌー隊の女性から、借りた映像です。軍事の民間委託ってよくね、民間軍事会社とか言ってこう、イラク戦争とかで、防衛のようなことをやって問題になりましたけど、沖縄でもというか日本でもというか、そういう軍事の民間委託ってのはもう進んでるんだなというのがすごく思っていて、陸上ではまずアルソックがこう、いてですね、総合警備保障ですか、アルソックがいて、次に警察がいて、その内側に基地従業員として働く日本人の警備員がいて、沖縄の人なんですけど、で最後に主に米軍がいるという構図があって、力関係ですね、これね。で、会場でも同じことで、マリンセキュリティって、あとでちょっとお話できればと思いますけど、警備会社があって、海上保安庁があって、また沖縄人、うちなんちの従業員がいて、米軍がいてって、だんだん奥の方にこう入っていくっていう状況で、今、これはついこの間、先週か、今週ですね、今週撮ってきたんですけど、こうやって、もう工事車両も来ないし、抗議の市民も来ないゲート前に、ずっとアルソックの方々がこう立っててですね、炎天下ずっと立ってるんですけど、辺野古ブラック警備問題と僕が呼んでるものがあって、さっき海の上の特にその警備会社が結構ひどくてですね、親会社はライジングサンセキュリティサービスという、会社で、ね、海上自衛隊の昨日読んだ本ですけどね、猪瀬直樹さんが書かれた本を読み始めたら、そこに書いてあって、海上自衛隊の特殊部隊にいた人が、いるような、そういう警備会社だそうですけれども、そこの子会社が、沖縄の海上で実際に警備をしていて、で、海に8時から17時の間こう出かける、出てるんですけど、残りのその港から船とか、本社から港とかの移動時間を全部勤務時間に含まないということで、で5.5 時間とか 7.5 時間とか、ものすごい毎日毎日残業が発生してて、当直やってる人は200時間ぐらい残業代に払うっていうのがあってですね、で本当に東京で労働相談を受けてる組合の方もびっくりするっていうようなブラック企業が、その防衛省の警備を請け負っていて、ブラック警備問題2というのがあって、これは市民を監視しているという話なんですけど、警備員がですね、写真を見ていただくと、はい、こんな感じで僕らも含めてずっとこれがマリンセキュリティの警備員なんですけど、自分たちの船からずっとこっちが、スチール写真で、あっちがビデオカメラですよね。でずっと撮るんですけど、それをですね、実は手元に60人分ぐらいの市民の顔写真のリストがあって、名前とか、番号とか振って、誰が何をしてる、丸々が副船長で丸々が乗っていてどこどこに向かっているとか、そういうことを報告しているというですね。で当然その表現の自由、抗議する表現の自由の侵害ですし。